務は兄を捕獲することだ。僕たちにはもう後がない。これが最後の機会だ。ここで必ず奴を捕らえよう。なぜここに巨人がいるのだ。巨人がこんな内地に。ありえませんわ。拠点を作ってくれ。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。罠を使えば攻撃のチャンスが生まれるはずだよ。そこを狙って奴を疲弊させるんだ。片付けよう。よろしくな。了解だ。女型の巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。動ける店だぞ。準備はできているぞ。さあ来い、メガタの巨人。
型の巨人はまだ動けるようだね。次の拠点の設営を急げ。やるよ。やった。何をしているの。早く目型を仕留めなければ。了解だ。しっかり頼むぜ。分かった。壁に近づく。今度こそ仕留める。私の失態で兵団の主力を失ってしまった。私の責任の始末は私が。目型の巨人め、逃がすものか。奴は人類の敵だ。絶対に逃がすんじゃねえ。しっかり頼むぜ。了解だ。は僕たちの攻撃でかなり疲れているはずだ。一気に決着をつけよう。兄、お前はいつも周りがバカに見えて仕方ないって顔してたな。いつもつまんなそうにしてた。しっかり頼むぜ。そんなお前が生き生きしてる時がある。その格闘術を披露する時だ。そんなものに意味はないと言ってたけど、俺にはお前がそう思っているようには見えなかった。お前は嘘をつくのが下手なやつだと俺はそう思っていた。
あいつ壁を乗り越える気か。行かせない。これを縛って地下に運ぶ。そっちを押さえろ。君も手が空いてるなら当てつか。ん？たまたまあそこだけにいたの。もしそうじゃなきゃ壁の中すべてに巨人が。あなたはニック司祭。あの巨人にニックを当てるな。本格的な修復作業は日没後に行うとして、そろそろ話してもらいましょうか。この巨人は何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方はそれを黙っていたんですか？私は忙しい。貴様らのせいで教会も信者もめちゃくちゃにされたのだ。後で被害額を請求する。ふざけるな。何の真似だ。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか。巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら命だって惜しくなかった。剣を下ろせ。私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。分かった。死んでもらおう。くみ様。嘘嘘冗談。ねえニック司祭、壁って全部巨人でできてるの？ああ、いつの間にか忘れてたよ。こんなの初めて壁の外に出た時以来の感覚だ。ああ、来たか。実は君に頼みたいことがある。ストヘスクに与えた被害も大きく、我々はもう少しここに留まらねばならない。そこで君にはウォールローゼ南区の隔離施設にいるミケたちに今回のことを伝えてもらいたい。要は早馬を飛ばして104機を監視してる奴らに今回の顛末をそのまま伝えろってことだ。異論はねえな。
いい返事だ。よろしく頼む。この任務を終えたら、そのまま施設にいる104機の兵士たちに合流してもらう。念のため、すべての装備を整えておくように。準備ができ次第出発してくれ。以上だ。